はい、カフェ&キッチン向かいマスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、1月15日の日曜日、中山競馬場で行われた京成杯のレース開講と、中京競馬場で行われた日経新春杯のレース開講をしたいと思います。前回の動画でですね、まあ、一応私の本命と改名の発表をさせていただきまして、まあ、京成杯が2枠の2番のシーウィザード、で日経新春杯が、5枠8番のベロナシチから、まあ、買いますということで、まあ、動画を上げさせていただいて、まあ、馬券の方ですけども、まあ、こんな感じで馬連2から479と買わさせていただきました。ソウルオリエンス、セブンマジシャンシャンパンカラーを馬連買わさせていただきました。でバイドがですね、2からよいしょ、1と3以外すべてバイド買わさせていただきました。まあ、そうですね、まあ、資金配分して買っております。まあ、2がね、最終的に、何番人気だったんだ、4番人気5番人気だったので、まあワイドね、でもね、結構おいしい金額になるのかなと思ってたんで、まあこれにさせていただいて、あと3連複をね、ちょっとね、2から、人気 なさげなところに2列目に置いて、まあ、7番は人気あったんですけど、まあ、4とかを9をちょっとね2列目に置かないで、5と6を7を軸に2列目にして、あとは、また1、3以外の馬を3列目にさせていただいて、まあ、買わさせていただきました。で、まあ、日経新春杯に関しては、僕はあの今日、携帯の方で馬券を買わさせていただいて、まあね、お昼までのレースでね、ちょっと稼がせていただいてたので、まあ、そっちで買わさせていただきました。ベロナシチから、まあ、それでもね、そんなに額は使ってないですね。いくら使ったんだろう。まあ、2000円ちょいぐらいをワイド、4点買いぐらいしかしてないので、ベロナシチから買っております。で、まあ、結果なんですけども、まあ、書くと、こんな感じでした。はい。はい、シーウィザード7着。ベロナシチ10着。はい、先週ね、新山記念当てて、今週は硬いだろうと思ったらね、まあ違う、まあ違った。まあ、実際勝ったのは2番人気、ソウルオリエンスだったんですよね。京成杯に関しては2着に急騰中の9番人気オメガリッチマン2着に来てしまいました。しかも、僕これだけ馬券買って1と3を切ったので、切ったんですけども、そのうちの1頭が2着に来ると。はい、でシーウィザードに関しては7着ですね。まあ、レース後の三浦騎手のコメント、ジョキの、まあ、コメントはやっぱりその外出し馬場だったのにもかかわらず、まあ、インにで勝負かけたらちょっとやっぱね、伸びが足りなかったっていうことだったんですけども、もしかしたらシーウィザーズ自体がもうね、2000がちょっと若干長いのかなと思って、まあ、今日のレースを見るともしかしたら1008ぐらいまでが一番いいのかもしれないですね。まだね、やっぱ2歳の 若駒の時にね、 2000m 浮揚ステークス使ってるんですけども、やっぱりこう成長するにつれてやっぱ距離のね、限界値っていうのがね、変わってきてるのかなとは思っております。まあ、その顕著さに現れたのがやっぱ8枠9番のシャンパンカラー、8枠8番のグラニットかなとは思っております。でソウルオリエンスはまあ一戦一勝なんですけども、まあ全然突き抜けて、まあ、ちょっとね直線でフラフラしちゃってね、セブンマジシャンの進路を妨害しちゃったりとかもしてるんですけれども、まあでもこの馬は強かったですね。この馬が強かったのか他の馬が弱かったのかがよくわからないですけども、まだね京成杯しかも小頭数なのでね、この馬が次どうなるか、どこ行くかですよね。弥生賞とか出てきて、もうちょっと頭数増えてき、たらね、どういう競馬をするのか、そして結果がね、どうなってくるのかっていうのは、これから楽しみにしたいとは思います。他の馬もそうですよね。まあ、セブンマジシャンもそうですし、うん、オメガリッチマンはね、どうなんでしょうか。シーウィザードもね、ちょっと距離短くしてね、もしこのまままたレース出るんだったら、共同推進杯とか出てきたら、こっち出て左回りの方がいいと思うので、それでさらに人気落ちてたら美味しいかなと思っております。
で、日経新春杯に関しては、こちらもね、2着にね、キングオブドラゴン。いや、これ粗品くんがすごいっすね。3連単、9万円からついたの。1万ぐらい買ってんじゃないですか。だから900万ぐらいになったんじゃないですかね。素晴らしいですよね。あと、キャプテン渡辺さんも当ててますからね。当ててる人はすごいな。うん。そう、僕、ベルトライゼンデーは、まあ、一応買ってるんですけども、まあ、ベローナシティからなので、あれだったんですけども。まあ、やっぱ、ババアかなって感じがするのと、やっぱり、その、3歳の頃の春か、3歳春の時点で活躍してた馬っていうのは、そっからの成長がないと、やっぱね、こういう小馬になってからの戦いっていうのは厳しいのかなっていうイメージのレースだったなと思います。全然直線入ってもね、伸びてるみたいなんですけども、他の馬にバンバン抜かされていったので、やっぱその、3歳の春まで活躍してたけど、やっぱね、そこで成長止まっちゃってるんであれば、やっぱりね、これから、重傷で戦うのはきついのかなと思ってますし、川田騎手もね、やっぱ自己条件からもう一回ちょっと出直しますみたいなことを言っているので、まあそうですね、まあ、自己条件を早々とクリアしていただいて、またね着実にこう力をつけていってくれればいいなと思っております。まあ、ベローナシチもね、悪い馬ではないと思うので、まあ、あの今朝のシーウィザードもそうなんですけども、悪い馬ではないと思うので、これからね2頭とも頑張っていただければいいなと思っております。そして僕ももっともっと、いい結果出るように頑張っていきたいと思います。ってことで、今回はね、京成杯に決心勝敗、まあ、両方とも残念だったってことでね、今週は終わらせたいと思います。はい、ということでカフェ&キッチン向かいました。やりたいことをやっていこう、1月15日の日曜日、中山競馬場で行われた京成杯、そして、中京競馬場で行われた日経新春杯のレース開講とさせていただきます。まだね、まだ1月始まったばっかなので、始まったばっかのね、もう中旬か。まだね、今年もね、始まったばっかなのでね、これからね、競馬をね、どんどん当てれるようになっていけばいいなと思っております。ね、去年もね、前半はね、調子は良かったのでね、これからもしかしたらね、来週あたりが調子良くなるかもしれませんのでね、皆さん期待しといてください。わかんないですけど、まあ本命クラッシャーとなる可能性もあります。鳥神キングになるかもしれないです。まあ、それはね、また来週頑張ってね、競馬をやっていきたいと思いますので、皆さんもね、ぜひぜひ、この動画を、見ていただければ思います。そして、僕の動画は競馬に関することをメインで上げてまして、同じ、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っておりますので、もし、この動画を見てね、面白いなとか、こいつ馬券当たんねえなと思う方、何でも構いませんので、よかったらですね、高評価とチャンネル登録、高評価はなくてもいいのでチャンネル登録と、もう一本動画見ていただければありがたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、で今回の動画は以上とさせていただきます。今週は皆様おめでとうございます。素晴らしい京成杯、日経新春杯ダブルで当てた方は本当に、ね、神と呼ばさせていただきます。で、まあね、今週残念なことで外してしまった方は、ね、また来週一緒に頑張っていきましょう。それでは、最後までご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。